皆さんこんばんは。コロコロチキチキペッパーズの西野です。ナダルです。 TBS ラジオネムチキ。この番組は我々コロチキとゲストパートナーのセクシージオさんでお送りするトークバラエティです。お願いします。元気ないな元気出してこうや。元気出してるやろがいやこいつほんまやっとんねん。え、今週も体調悪いの？え、どういうこと？日本撮りやからさ、そうやろ。日本撮りとか言うな、冷めるな。日本撮りやろ、毎回毎回日本撮りって言うな。ちょっとコナンちゃんにのけてもらってるけど、もうすぐ来んねん、15分後ぐらいにそう、全部言うなって。なんか先週からみたいな言ってる、日本撮りとか言ってもってはい、もう今週も引き続き体調悪い中ね、頑張るというちょっと無理せんとりくださいよだから今週はあれもあるし、何行っちゃってるシチュエーションもあるし、行っちゃってるシチュエーションあんのよ。うん、それはね、ちょっと頑張りたいから。久々にコナンちゃんと一緒やから、ちょっとトンネル抜けてる感じというかね、うん、見せたいよね。そう、見せたいのよ、全力で。俺闇キャラじゃないぞ、うん、闇ハゲじゃないぞ闇ハゲってないやねん、はい、さあメール来てます。お願いします。ラジオネームジョンガリエース。ナダルさん、西野さん、こんばんは。こんばんは。現在朝ドラ出演中の我らネムチキリスナーの星こと浜辺美波様がNHK のドスタに出演しておられました。ほうほうほう。好きなお笑い芸人さんはいる？と聞かれた浜辺様は、うん、私コロコロチキチキペッパーズさんが好きです、うん、と全国放送でコロチキファンを公言されました。ありがたい。ありがたいね、ほんまに。これはありがたいよ。ただコロチキさんのライブには行くけど直接会いたくはないんですよ、うん、なんか会っちゃうと違う気がしてなんか見てたいだけなんですよね、うんうん、とも言っていました、うん、あわよくば YouTube でコラボして再生数を稼ごうとするコロチキの下心を粉砕するさすがの浜辺様ますますファンになりました。はいはいはい、コロチキの2人も頑張ってねってことですね粉砕してくれましたね。残念やね。あ、残念です。絶対 YouTube 出てほしかったけど、絶対出てもらおうと思ってたけど、どんなしょうもない企画でも伸びるぞもう言ってたけどね。そうそうそう、サムネにドーンってドンって乗せるだけ。浜辺みなみちゃん乗せて、それだけでいい、うん、会いたくはないらしい。絶対思わないトークでもいいからな、うん、浜辺みなみちゃん会うのは違うねんて、うん、残念やね。ちょっと下心粉砕という、うん、再生数だけ稼げたらいいねんけどな。いやいや、なんちゅうこと言うのめっちゃ利用してるみたいな。なんでそんな、しゃあないやんけ。え、しゃあないやんけ。ちゃうやんか、浜辺美波ちゃんとね、うん、いろんな楽しいことしたかったですけどね、うんうん、なんかいろいろねやってくれそうやんか。そう、やってくれそう。優しいからね、優しいから。何も。はい、では続いて、はい、京都府ペンネーム、うん、DJ ユーキャン。西田さん、オナニーさん、こんばんは間違ってるわ、うん、西野ね、西野、うんうん、ナダルね、うん、ナダルいつも楽しく拝聴しております、はい、先日大学時代の友達と2年ぶりに再会しドライブに行きました、うん、その際に私はハマっているラジオがあるとネムチキを紹介しましたはい、はい、その際に友達はいいラジオを紹介してもらったと喜んでくれましたが後日友達と友達の奥さんと3人でご飯に行くことになった際に、奥さんから不純なラジオを旦那に教えてくれてありがとうと嫌味満載で言われました。怖。その時の友達の反応はまるで前回のラジオであった西野さんの反応と同じでした。どういうくらい反応やったっけ。美穂奈々さんことナータンが言っちゃってるシチュエーションの際になるほろといじった発言をされたにもかかわらず、西野さんはガン無視でした。17分、あったあったあった、17分、めっちゃおもろかってんのそれ。17分7秒の部分、まあ言わんでええね別に。その時の西野さんはどんな気持ちでしたか。きっと友達も西野さんも同じ気持ちで無視をしたのだと思います。教えていただきたいです、よろしくお願いします。え、あったっけ。あったあった。え、美穂奈々ちゃんの時やったっけ。美穂奈々ちゃんの時だから、なるほろなるほろって言ってすぐにこっちの奈々さんも釣り好きやもんなとか言って、いやいやなるほろやないねん西野みたいなメールが来て、めっちゃおもろかったわ、うん、マジフル無視してたで、うん、え、奈々ちゃん、ナータンが振ってくれてたってこと。ナータンが言ってくれて、あ、なるほろなるほろ、うん、全部無視してた自分が喋りたい一心でな。ああそう、いやかわいそうだったね。いやいや、その同じ気持ち、うん、どんな気持ちで無視したんですかって言ってますけど、気づいてないんかな。だからなるほろって言ってるイメージがないというか、なってんのお前。だからそれ自分自分になってな、うん、周りの女優さん生かすとかそういうこと全く考えずやってるから、そんなことなんねお前は、ほんまに笑われへんと笑われへんと説教されてる。いや怖いな、今日やっぱ怖いね。ちょっとみんな引いてます。スタッフさんの顔色どうですか皆さん。あきついねTBS ラジオネムチキ、この番組はフェムバスの提供でお送りします。
改めまして、こんばんは。コロコロチキチキペッパーズの西野です。ナダルです。今週のパートナーは先週に引き続きこの方です。かゆこなんです。よろしくお願いします。お願いします。もう余裕さえ出てきてますね。ありがとうよ。ちょっと一呼吸置いて、かゆこなんです。みたいな。落ち着きがあるから。なんか自分のラジオみたいなテンションで。ありがたいよ。やっぱね、先週、なんか闇ハゲって言われて終わってるんで。そこまで言った。闇ハゲって俺らが言うたんや。闇ハゲって言ったんや。コナンちゃんが言ったんじゃなかった。コナンちゃんが言ったんや。お前で多分言った。あ、そうだそうだ。普通に結構。闇を感じるまでは言ってたんや。はいはい。ということで、質問メール届いてますからね。はい、はい、ラジオネームメロンさんさん、コロチキさん、コナンちゃん、こんばんは。こんばんは。ネムチキは妻に勧められ珍しない、ね、妻に、最近ポッドキャストを聞き始めました。老若にゃんにょ老若にゃんのでやってるか。老若にゃんにょ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 何にょ老若にゃんにょ。こいつほんまもうえって可愛いと思われようとしてマジでコナンちゃんおるからってよ。違う違う、マジでしんどいねお前こいつほんま。マジで読まれんね。老若にゃんにょやにゃんのね。はい、誰もがでもほんまこいつもこついたろうなわざとなわけないよ。誰もが楽しめるいい番組だと思います。前回出た時も面白かったコナンちゃんに質問を送ります、うん、僕はエッチの際妻から結婚してから前儀が雑になったと怒られたことがあるのですが、うん、コナンちゃんが今までの人生で一番怒られた出来事は何ですか、教えてくださいという。エロいことじゃなくて、うん、別にエロいことじゃなくてもいいし、まあエロ絡みでもいいけども。なるほど。多分あんまり怒られたことないです。そんなことある？めっちゃ強がってる、うん、強がってるだろそれ。違うんですよ、そんな人間いる、うん、いやでも多分俺ちゃんとそんなあんましてこってないんじゃん。してこってない。そんなしてきてない。絶賛調子悪い。全然悪いねんけど。何も伝わらない。何も伝わらない。なんて言ったんですか。一文字も分からない。伝わらへんけど調子悪いから。あのさ、だから言うたらなんかもうさ、結構芯がしっかりしてるというかさ。ああ。なんかこうした方がいいんじゃないですかとか、ちゃんと考えて物事見てるから。なるほど。マイペースにね。怒られてないんじゃない。だからナナさんが今喋ってもずっと水飲んでたし、なんかこう、もしかしたら怒られたことに気づいてないかもね。なんかもしかしたら。なるほど。確かに確かに。なんか別に説教と感じてないというか、はーいみたいな。そうですね。なんか確かに恋人に怒られても怒るエネルギーがすごすぎて、すごいなみたいな。ちなみにどういうことで昔恋人に怒られたの？その時間に遅れたとか、結構遅れてみたいな、はいはい、ちょっと遅刻というか、うんうん、で怒られた時に、うん、なんかそんなに怒る、私自分が怒らないんで、怒る人見てるとすごいエネルギー使ってるなと思って。なるほどね。思っちゃう人もやっぱ全く響いてないやん、向こうが、うん、お前さ楽しみしてたのによとか言っても、もエネルギーすごいな、あすごいな、まあ今かってちょっと引いてみるというか、あそうそうそう、びっくりしちゃうんですよ。じゃあ僕が老若にゃんにょを読まれへんってなった時に奈々さんが「おい!」みたいな言ってたやん、うん、あエネルギーすげえって体調悪いのにすごいなって頑張ってるなとか、すごい頑張ってるんだな、スイッチ入れたなって、うわ難しいです。なるほどなるほど、そういう性格一番いいけどね、うんまあ、何も気にせずという、何も気にせずあんま怒られてないかもね、ほんとに。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、ラジオネームピスタチオの分まですごいメッセージ性ありますけどね。コナンちゃんに質問です、はい、おっぱいの大きい女性と話すとき無意識におっぱいを見てしまうのが男という生き物なのですが、うん、あの視線って女性側にバレちゃってるんですかね。素晴らしいお胸をお持ちのコナンちゃんに聞きたいです。あこれ聞きたい俺も。どうなんですかそれは。バレてますよ。あバレてんねや。どうですか今日、ちなみに結構来てくれてました、あのスタッフさんとかいらっしゃいますけど、結構今日見てる来るなって人いました。今日はやっぱ多分みんな気をつけてるのか、顔ばっか上でしたね。なるほど。あ、なるほど、なるほど。その、わざとらしいぐらい上やった。そうですね。ほんま？女。あ、やっぱちょっとふと見てんなっていうのはあるんや。わかりますよ。その時どんな気持ちなのその。別に。セクハラ的な感じはしないですか？あんまり思うのですね。でもさ、なんかその状況によるというか、本当人生ってさ、みたいな語ってる、なんかその、本当にポジティブに変換するのが、とか、ね、語ってるやつが、パッて顔見たら胸見てたら、なん胸見とんかいって。言っちゃう言っちゃう。言っちゃう。誰と喋ってんのこっちこっちって言っちゃう。いや、いいなぁ。なるほどね。
そういう感じであれかもう気づくんや、やっぱ女性が気づくか、うん、うん、普通に顔と顔やもんな、喋る時って普通に考えたら、うん、あーなるほどね、うん、はい、ということでメールね、たくさんありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということで今週はこちらのコーナーやっていきたいと思います。奈々さんお願いします。眠つき、いっちゃってるシチュエーション。はい、やってまいりました。いっちゃってるシチュエーションですけども、はい、このコーナーはリスナーさんの理想の妄想シチュエーション、我々コロチキとパートナーのセクシー女優さんでやってみようというコーナーでございます。はい、前回のコナンちゃんとのいっちゃってるシチュエーションでは灘橋名人、うん、あったね、連打のやつやったかな、スーパーナダルブラザーズなどを演じましたが、目も当てられないほど大失敗。あ、そうやった。うん、しかし その回のエンディングでコナンちゃんからもっと突き抜けろ、なるほど、とアドバイスをもらったナダルは次の週から見事調子を取り戻しました。あ、そうやったか。そう戻ったのね。その週からか。その週はあかんかったね。そう、コナンちゃんだから恩人ですからね、うん、いわゆる、うんうん、その一言アドバイスが、うん、だから今回はそのアドバイスをね、もう逆にもらわないぐらいの出来というか、うん、もう完璧な言っちゃってシチュエーションやりたいですけど、ちょっとやりたいですね。ちょっと恩返しじゃないですけども、うん、自信どうですか、奈良さん。もうやるしかないね。やるしかない、もう全力で。はいはい、コナンちゃんどうですか。2回目ですけど。2回目めっちゃ不安です。しかもなんか3回に増えてるし。あー、なんか前2回やったっけ。なんでちょっと不安、なんで増えたんですか。奈良さんの今の何ですか。不安ですね。え、不安ですか。不安です。あ、まあ、でもそれさ、うん、何だっけ、前もさ、うんぱいちゃんとかそんな感じやったの、うん、言うたら、うん、本当にもうめっちゃうまいこといかへんかったからしんどかったけど、うん、2回目やった時に取り戻したの、うまいこと。で、なんかいい気持ちで帰ってったから、それ指します。いい気持ち。なるほど、なるほど。だからまあ、全然心配せんでいいよ。そう、なるほど、行きましょう、ね、なるほどね。はい、じゃあ行きます。ラジオネームマチポンズ。設定、体育祭の練習。配役、応援団団員がナダルで、応援団団長がコナンちゃんってことですね。はい、今回これ2人です。はい、ちょっとね、当たり前に言ってるけど、ちょっと、はい、最近ちょっと出番が、なるほど、はい、ちょっとね、あ、僕ちょっと出ないっていうね、うん、最近西野の役別にいらんのちゃうかみたいになってちょっと多分このままじゃ背番号もらえないんですけども、うん、なかなか試合に出れないというね。はい、はい、じゃあ行きたいと思います。応援団団員と団長、お願いします。ピッ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 。ねえ、ナダルくん三三七拍子自分だけめっちゃずれてるよ。え、ほ、ほ、ほんと？さっきから一人だけずれてるからめっちゃ目立ってるんだけど。ごめん。うちら3年はさ、みんなを引っ張っていかないといけないんだよ。わかってるよ。いや、わかってないでしょ。なんかナダルくんってさ、自分の意見ないよね。そんなことないよ。じゃあなんか意見出してよ。じゃあみんなが三三七拍子してる間、僕だけチンチン使ってチンチン七拍子します。どうかな、チンチン七拍子。うん、じゃあ、うん、ちょっとやってみる。なんかちょっと、うん、みんなの士気上げれたなって思うから。あ、ダメだ、緊張して、ふにゃふにゃだ。どうすっか。ほら、ちゃんと出す。チンチンチン、ホケ。チンチンチン、ホケ。チンチンチン、チン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 、ホケ。やっぱホケだ、これ。めっちゃホケだ。チンチンチン、ボキッにしたいな。どうしたらボキッってなるんだろうな。頑張るしかねえか。チンチンチン、ホケ。ホケだ。チンチンチン、ホケ。あれ、どこ行った。ごめんごめんごめん、トイレ行ってた。あ、ごめん、コナンちゃん。待て待て待て、もう一回やってくれる。チンチンチンホケ、チンチンチンホケ、チンチンチン。ナダルくんってさ、はい、ホケです、うん、あ、ホケなん。なんかボキーってやって、なんか最後のパーンってなんか締めれたら嬉しいんだけど、なかなか難しくて、チンチンホケ、うん、めくってもらう、めくってもらう、めくってます。あ、めくれます、もしかしていけたら。自分の意思出します、意見出します、自分の意見めくってほしいです。めくってください。しょうがないな。じゃあ意見もそしたら出る、はい、お願いします。よいしょよいしょ。あ、チンチンチン、むけ、チンチンチン、むけ、チン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 、ボキボキしました。しゃー、いっちゃってる。ダメです。ダメでした。ダメでした。いや、
ちょっと一人になる時間が多めやったんですけど、コナンちゃんなんかどっか行ってたの途中で。なんか笑ってはいたけどね、息を殺すように。そうね。あ、そうだ、やっぱりチンチンチン、ホケ、ホケ、ホケイ、ホケね、ホケをホケって言ってたところ、なんか途中からちょっと周りが、誰もいなくなって、いなくなってどうしようかなって、そのそれなんかまあむずいよな、これ俺もさ、ちょっと一人になって戸惑うナダルさんがちょっとね、切なかったんですけど、一人でチンチン悩むしか、あそういう感じかってちょっとまだあるかでも来ない、はい、二回もありますね、はい、行きましょう、はい、ラジオネームおはよう世界、設定結婚式二次会のビンゴ大会、いいですね、配役、うん、ビンゴ大会の司会がナダル、ビンゴ大会の参加者が、コナンちゃん、その他の参加者西野、おいるかこれいるこれその他の参加者いるこれあ、まあやってみましょうか、うん、ではいきます、お願いします。それでは続いての番号を発表します。ビンゴになった方挙手してくださいね。A 賞は任天堂スイッチか、欲しいな。続いての番号は35番。あ、私当たった、やったビンゴ、おめでとうございます。それでは景品を決めるくじを引いてください。はい、あ、B 賞だ。おお、 B 賞はディズニーランドのペアチケットです。わーい、彼氏と行きます。まだスイッチ残ってますよ。それでは続いての番号を発表します。54番が来ればビンゴだ、来い。54、54番、やったビンゴ、ビンゴ、おめでとうございます。うわ、めっちゃエロい人来た。この箱からくじ引けばいいんですよね。よし、スイッチ当てるぞ。お姉さんはこの箱じゃなくてこちら箱を引いてください。え、なんで私だけ違う箱、うん、まあいいか、よいしょ。お、 P 賞です。 P 賞、P 賞の P はパイズリ。お姉さんが僕にパイズリをする権利獲得です。おめでとう。はあ、何これ、ちょっともう一回引かせてくださいよ。あ、これ勝手に引くな。ん、 M 賞、この M って何の M ですか。これは M になれということで、司会の私が M になっちゃうという。わかりましたよ、じゃあ M になります。ヒー、女王様、ヒー。何最後の、すごい気持ち悪いんだけど。もういいですよ、もう女王様の言うこと聞きます。もう、はい、女王様もう、はい、水飲んで、はい、女王様、はい、じゃあビンゴの玉これあげるから、何でもいいですよ、好きにしてください。じゃあこの玉ちゃんと加えて、はぶ、35番。あ、スイッチ、スイッチだ、当たりスイッチ。やったー、スイッチ欲しかった。あ、でもこの色じゃないんだよな。あ、スイッチのこのクリクリするスティックが折れてる。さあ、僕のこのおティンティンをスティックの代わりにグリグリしたらいいじゃないですか。はい、どうぞ。ちょっとおまわりさん、この人です。うわー、捕まった。え、捕まった、捕まりました。捕まった、ダメだ、こんなことダメなんだ、これ捕まって、うわー、捕まった、留置所だ、ここどうしたらいい。留置所、留置所で助けて、留置所で助けて、留置所でチンチンの鍋をしか、コナちゃん、よし、脱獄だ、よし、うれチンチンスコープ、チンチンスコープ、うらー、ちょうどいいやな、見っけた、コナン。いやー、最悪や、最悪や、最後にコナンって呼ばれてんの、コナンちゃんどういう気持ちなの。何そのボタン。何そのボタン、知らないんだけど。なんか変な穴見つけた、コナン。てかもうコナンってシーンってなって最後自分の名前で終わるコナンちゃんの気持ちになってくださいよ。びっくりした。今のどう、コナンちゃん。え、なんかわけわからんやろ。正解ってあるんですか。次ちょっと頑張って正解出せる。コナンちゃん、ほんでコナンちゃんほっとけすぎてんの、これが。あとほっとけすぎか、え、ナダルさんがコナンちゃんを、うん、あ、なるほどね、なんかほっとけすぎて水飲んでたから、うん、俺もコナンちゃんほっといて、コナンちゃんも水飲んでちょっとさ、もう絡み合うみたいな。もうちょっとやってみよう、うん、やってみようか、絡みがなさすぎる、ね、じゃあいきますよ、はい、もう全力でちょっと絡み合おう、マジで。ラジオネーム、はい、リオネルタッチ、設定、おっぱいおハザード、パイオハザードね、おっ
ぱいバイオハザードみたいなもんや。あ、おっぱいオハザード。おっぱいオハザードね。おっぱいオハザード。おっぱいオハザードね。バイオハザードでええやろ。何をしてんねんお前は。設定おっぱいオハザードで書いてる。おっぱいオハザード。おっぱいオハザードでええやろ。ちょっと何でそんな、何でそんなね、何でそんな、元気にやっていこう。え、ここ頑張ってるこのコナンちゃん、この今の長さ。楽しくやろう。すごいもうペン回しがもう。ペン回し必死やってる。すごいもう。ごめんなさい、おっぱいオハザードね。おっぱいオハザードや。何でそこ厳しいんですか。配役コナンちゃん、ナダルが本人役、本人役、ザコゾンビすべて西野、もういるこれかわいい、もうええ、なんか扱いひどない最近、ね、まあええけど、ザコゾンビ、まあええわ、はい、おっぱいをハザードね、はい、お願いします。クソ囲まれた、もうやるしかないわ。あ、何回も言ったかどうか確認してくるザコゾンビだ。あ、俺何番目にうまかったってすぐ聞いてくるクソゾンビだ。バン。あ、腰振りながらずっと前髪気にしてるハゲゾンビ。バン。やった。あ、あんたは？見るからに単焦方形ゾンビ。バン。痛い。ナダルです。ナダルじゃん。はい、童貞のまま死ぬのが嫌で、うお、ゾンビのおっぱい触ろうとしたら、うお、噛まれて、キャッハッナッ。かわいそう、感染してる。くそ、うお、ボー、おっぱい触り、おおばい、パイボー。じゃあ、私のおっぱい触る？いい、いいんですか。ほら、あんたの方形ロケランぶっ放してみなよ。こんなゾンビがあなたのおっぱい触っていいですか。ぶっ放してみなよ。ほら、ビヨーン、方形ロケラン出しました。まだ向けてないじゃん。すいません、方形だもんで。どこがロケランなのそれの。いや、腐ってもゾンビって感じです。全然うまくないじゃんそんなの。早くぶっ放してみなよ。ベン、めくれました。あー、くそ、皮が溶けた。ゾンビなもんで。おっぱい触ってもいいですか。なんやねん。こいつそんなロケランじゃ触らせられないな。触らせられないんですか。じゃあ力ずくでいくしかねえな。ちょっとやめてよ。バン。やられた。くそ、お前触らせてくん。バンバンバン。これはこれでなんか SM プレイみたいですね。姉さん、姉さん、撃ってください。もっとバン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 、くたばれ。バンバン、くたばった。逆の意味で言っちゃった。なん地獄やないか。地獄やないか。ちょっと待って。もうちょっとね、ほんでさ、もう方形ロケなんとか関係なく、こいつめっちゃおもんないよ。いいでしか。なんでこの長澤くんみたいなキャラ。もうね。なんでやってるの。ネムチキ。ここでお知らせです。皆さん、ウェブメディアフェムパスをご存知ですか？誰もが当たり前としてしまいがちな物事を多様な視点で取り上げ、多彩な感性を持つ方々にお届けするウェブメディア、それがフェムパスです。毎日頑張るあなたの背中をそっと押すような優しいコンテンツをたくさん用意しています。ぜひフェムパスで検索してみてください。TBSラジオネムチキ、そろそろお別れの時間でございます。さあコナンちゃん、はい、久しぶりの言っちゃって、あ、ちょっとあれ怒ってますよコナンちゃん。聞こえたもんだって、はい、終わってから、うん、なんでこのコーナーずっとやってんすか。何年やってんの。何年やってんの。ほらもうちょっとねコナンちゃん、じゃあちょっとコナンでもさ、はい、このな、多分今すごい苦しいと思うんだけど、うん、後でほんまに聞いてみる、ラジオでバレおもろいと思う。ラジオで音で聞くと、そういうこと。長沢ゾンビね、なんでしけ僕やりまし、あの誰もさ笑ってない時間とか、ね、なんであんな口調やったずっと。あのこいつなんなんだ。ゾンビやから口調変えなあかん。なんかさ、そのちょっとさ
感染してるかも的なあったやん、うん、その、うんうん、普通に喋ろうとしてはゾンビになったり、その、うん、行ったり来たりすんのかなと思ったら、あ、そういうことね、うん、うん、そうそうそう、なんならずっとなんかねえにしけとかなんか変なキャラずっとおったからコナンちゃんどうした、やってみて。あ、でも1年前に比べてもうだいぶ引っ張ってくれる、抜けたんだな、なるほどなるほど、そうそう、それはコナンちゃんに言われてからずっとやっぱそれを考えてきた。ちょっとここはうんってとこはどこでした、なんだろうねマジの反省会のトーンや、なんだろうね、だからその指摘点さ、いつから辺ぐらい良くなかったのか、なんか良くなかったっ、ね、なんかちょっといまいちだった、なるほど、ふわっとしちゃったはい、ということですけども、TBS ラジオの眠ちき外お別れの時間ですけども、はい、メール、待ってます。お願いします。メールの宛先はnemu@tbs.co.jp nemu@tbs.co.jp でございます。メールを採用された方には、番組特製ステッカーを差し上げます。この番組はポッドキャストで聞くこともできます。放送終了後にアップしますので、ぜひそちらでもお聞きください。またウェブメディアフェンパスにて眠ちき収録後のインタビューの様子もアップされています。こちらもぜひチェックしてください。はい、ということで、はい、ですから、うん、なんかが良くなかったと、うん、コナンちゃんからは、はい、なんかまあこうお互い改善点あるから、お互い、うん、あ、なるほどなるほど、お互いって言ってます。いやいやいや、そうね、あ、だからコナンちゃんは どこでしたっけ、長さ、やっぱ、やっぱ途中でいなくなったりするやんか、コナンちゃん、うん、やってる時にチンチン7拍子してる時やっぱ一人でチンチンチンとか言ってたし、うん、そうやっぱずっと二人でやっぱなんかちょっと生かすというか掛け合いみたいなね、コナンちゃんそう言われてますけど、まあ確かにそれは否めないですねそれは否めない、ちょっとまあだから、私も甘かったと、あー、なるほど、もし次そんなラジオじゃないよねあの私も悪かったなってそのショーレースの さなんか反省動画とかじゃないからさ、ウケんかったなみたいなあそこあやったなあそこあやったな、そんな振り返りなんて一切いらない、これコナンちゃんもし次来てくれるってなったら3度目の正直ですからね、うん、まだやってるってやってるやつもちろんよ、あ、奈々さんちょっと今の一瞬で分かったんですけど、多分次断られます、うわおるらしいのよ、あの寝口聞こえてあのね、もし次あったらね、もしかしたらあのメールの感じも変わってるかもしれないし、確かに、はい、ぜひ今度ぜひお願いいたします。はい、はい、ここまでのお相手はコロコロチキンペッパーズの西野と小籔コナンでした。バイバーイ。